い、よしこい、会長のお魚屋さんですということで、はい、今回は月に一度のへおじコラボ編。あの月に一回困るんですけど、はい、いやでも月に一回こういう余る日があるんですよ。余るんだよね、はい、呼ばれちゃうんだよね。あんたから電話かかってくると、はい、こんなことしかねえ。本当に今日はね、なんとなんと1万円セット。おお、1万円分余ってしまいました、ね、ちょっと見ようぜ。そうですか、見ようぜ。ゼデン、お氷じゃ、氷にこういうふうにね、緑色のパーチに包まれた謎の物体が、謎の物体が2つあります。はい、後で開封するんで、こっちはね、はい、でもう一つの箱がこっち4番なんだろう。これね、4番と書いてあるからね、そう、写真撮るんですよね、これ一個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 ね、買った後にすぐね。オープン。 あ、これ俺が買ったタイだ。そうです、俺が買ったヒゲソリタイだ。そうです、俺が買ったカワハギじゃん。はい、ということで、はい、今日はますか、なんと今日カメラマン米粒先生なんですよ。そう、米粒先生と言ったらお寿司じゃないですか。アートグダグだな。あ、そうか。そうでした。誰もその鼻のことを言わないんだ。王冠でしょ。これはヒゲなんで。あ、そう、白ヒゲ。白ヒゲ。白ヒゲ。ということで、俺が鱗と頭までやります。はい。で、僕が下ろします。3枚下ろし。3枚しか皮引きます。皮引きます。柵取って握るのは先生でいこう。会長の鼻水が入りそうでな。はい、あ、そうだ、これ。言ってないですよ、これ横綱。横綱。あ、これ横綱水産です。そうそう。なんじゃそら、これね、ヤゴ、ヤゴ、あー、そういうことね、競り人になりました、めでたく。そう、これ鬼崎のね、鬼崎漁港。はい、で、このヤゴを考えた横綱は僕です。まあ一応考えてでしょうね、でしょうね、でしょうね。横綱さんって言われます。横綱さんの方がいいですよ。横綱さんって言われる。体ももう乗っかってるな、もう。ということで、やりますか、やりましょう、やりましょう。はい、やろう。はい、会長、はい、今日のラインナップ、マダイ、ヒゲソリダイ、あとは本カワハギ。はい、ということで、鱗があるじゃん、この2つありますね。鱗取ってサクッとやっていきます。お願いします。はい、わかりました。鱗はここでね、ちょっとお水を流しながら鱗をかけてね、こっち取っていくよ。ええたいですね、これ。いいよね、今あのタイバスは結構たくさん取れるじゃん。はいはいはい。なんでたくさん取れた日はいつもよりちょっとお値打ちだよな。そうなんですよ、これないとめちゃくちゃ高いんだよな。そうなんですよね、本当にない時だと、これ1匹本当に仕入れで3000円とかな、します、楽にするんで。そう、このこんだけポテンシャルいいタイだと3000円ぐらいするよね、マジで。仕入れが、はい、ヒゲソリも最近ちょっと出てきましたね。ヒゲソリ出てきたな。ヒゲソリもさ、大きいやつはさ、すごい高いじゃん。すごい高い、な、びっくりする時あるよな。びっくりする、ほんと買おうかなと思ったけど、買えない。特にたまに取れるさ、あれ俺ちゃん、シマセトダイとか、あ、今でも少ないんだけど、あんなほんとおらんかったからね。シマセトはヒゲダイ科の中で一番うまいやつじゃないですか。違うよ、ヒゲダイだよ。あ、そっか、ヒゲダイ一番うまいだろ。そうですね、一番珍しいのか、シマセトが。こっちだね、こっちどうですか、これ。これいいよ、めっちゃいい。これ何日目残って、金曜だったっけ、木曜じゃねえか。そう、木曜だ、これ。あ、じゃあまた3日4日経ってる。金曜のだと思った。そうだ、金曜は金曜でなかったんじゃん。そう、じゃあこれ木曜のだ。いや、結構残っとったですね、これ。そうだよね、臭い、あんたいいね、匂いが遮断されとって。ほんとだ、臭い、貫通してきた鼻、鼻線を。そうなんだ。で、何食ってんだこれ。溶けとるんだって、鼻がさ。うわ、まあそれは3日経っとるやつ溶けるわね。溶けるな。あ、でも身はね、身は臭くないから、ね、そうそう、鼻臭いのはしょうがないこれ。そうだな。で、こうしてね、そのくさ、うわー、溶けとんな、タイも。あかん、これちょっと下やろ、臭っ、うわ、うわ、腹だけどうしてもな。腹はどうしようもないもんね、これ。でもね、も身に映らないんでまだいいっすよね、これ。俺、直だから、俺直、うわ、直に来てる。面白めっちゃ面白いねえよ、何日も。あ、でもね、僕の魚は基本的にもう2日目までしか売らないんで。じゃあ、こうしたらね、行くよ、次、会長。お、カワハギだ。今、ここからね、普通にこう行きまして、はい、こう、まあ、ちょっと肝どうだ、今日は4日目だけど。え、めっちゃいいじゃん。え、びっくりした、俺こんなでかい肝入っとると思わんかった。じゃ、入っとるけどさ、時期的にあれじゃないですか、肝なんて。じゃ、肝いいけど、どうするこれ。いや、これいける、これいらん、これいらん。肝の世話は会長だけでいい。俺だって腹、もうずっと壊してるから、腹。あ、そうなんですね。会長が食べる、俺会長食べるのがいいよ。そうです、そうです。そう、カワハギの肝の世の寿司大好きで、僕。そうなんだ。はい、こうしてね、はい、やっぱ腹はね、会長、はい、ちょっと溶け気味だな。まあ、それはもう3日だって、金、土、日、3日目だもん。ありがとうございます。はい、じゃあ帰れます。じゃあ先生、出番です。よし、よし、会長、じゃあ行っちゃって、行きましょう、行っちゃって。大花粉の男が言います。あ、え、デラエさばきやすい、これびっくりした。俺また遠いだもん、これ
今までの包丁おじさん市場で一番さばきやすいですよ。そうだろ、めっちゃ切れるだろこれ。ゼラ書いてもらえばいいんだ。ゼラ切れる、もらえればいいんだ。いいっすかこれもらって。ゼラだって持っちゃダメだって。くれ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 おじさんになっていいっすか。だってダメ、うん、めっちゃさばきやすいマジで。そうだろう。これあれか、あのあれっすよね、案件の包丁ですよね。案件っていうか、ま、案件っていうか案件ではないけどな。案件じゃないですか。案件だな。案件ですよねあれ。これはすごいわ。で腹骨すいて、はい、もうそこで皮も剥いてって。あ、剥ぎます剥ぎます、皮剥ぎにします。皮剥ぎにしといて、はい、そ返した時にさ高さがあるじゃんな包丁の。そう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 、それ切れちゃうんだよ。そう、それで切れちゃう。今切れちゃった。切れたの。手上げ場に変えた方がいいよ、幅があるんで。でもねその包丁うちの奥さんもそれを15センチ使っとんだけど、はい、めっちゃ切れるって言って、今まで切れる包丁は使わんかったなって、手切るからっつって、はい、でもこれはなんか切り心地がいいから使うっつって。めちゃめちゃいい切り心地が、切り心地がいいだろ。そこなんだ。最高最高で、この柳葉も最高。柳葉ね、まあ、でも研がなかん、そろそろ。いや、ね、こんくらいがいい。いいの。あ、でもこれあれか、真ん中にあるもんで。白骨取っといて。白骨取ります先生。さ、取るよな。そのまま食べたいん。白骨硬いからね、皮には。そう、硬いんだよな、やっぱ。どうか、いやでもこれだと寿司にならんね。なるよ、先生。なるな、先生がやるからいいし。先生の、先生にやらすなや。先生の技をちょっと見せてもらおう。そうそうそう、そういう時はどうするかっていうこと。大丈夫。そう、白い、そう、そっち豆腐開いたりするの、先生。ああ、そうだ、開くのか。はい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 。そうそう、俺最初からやったんじゃない、真ん中の。最初からここをこう切っといて、うん、引っかかるからね。そうそうそう、真ん中が引っかかるんで、真ん中なくして皮剥ぎは。これで薄皮引けばいいや、これ。おい引っかかるもんな、マジでな、真ん中の血合い骨が。そういうことあれな。はい、ほら、上手に引けた。じゃあひげ剃り。はい、ちょっと小さめのひげ剃りっすね。ちょっと小さいな今回はな。身はしっかりしてるのこれ。もうバリバリです。バリバリなんだ。身はバリバリ。小さいけどひげ剃りはうまいんすよこれ。ひげ剃り小さくても脂あるんすよ、ね。俺あんま食べた記憶ねえな。でもひげ剃りうまいよ。うまい。マジでうまいっす。ちょっと。で切るぞ。ズバっていくよ会長。危ない。マジ切るぞ。これあれなんですよね。滑る。ヒゲ剃りってあのこう尻尾持つとこが少ないんで持ちづらいんですよね。あ、まだ身が生きとるわこれ。生きとる？身が生きとる。池みたい身は。うん、なんだな。まだ半透明マジで。コショウダイとかさ、はい、こういう仲間ってさ身が結構しっかりしてるもんな。そうそうそう、ずっとしっかりしてるですよね。コショウダイなんかすごいもんな。ずっとマジでずっとですよ、ね、1週間ぐらい寝かせんとあれ。硬いよなマジで。めっちゃ硬いよな大きいやつ。そう、コリコリマジで。マジであれ。正代はマジでコリコリ。あ、すごい油持ってるわこれ。ほらまあ花粉でちょっとあれか、調子悪くなってた。言えてねえぞ。花粉で調子悪くなってたか。だいぶ調子悪いですよ花粉で。まあ、会長花粉歴なんね。だから小3からなんで。まあ、そんな長いの。そうですよ。マジで小3で9歳、まあ、21年目ぐらいか。そう、22年目ぐらいか。これいいぞこのヒゲ剃りマジで。この大きさにしてはすごくいい。ていうかひげ剃りがいいわ、やっぱ今の時期。ポテンシャルがこの春の前、その産卵前っていうんですか、仲間的にはコショウダイ。そうそう、イサキ科だね。皮はイサキ科になる。これ皮はね、ちょっとなんか硬い。硬いです。硬いな。硬い。これだいぶ硬い。炙りとかは今日はやらない。やらないよ。硬いです、これマジで。しっかり焼かないといかんやつか。そうです。あ、硬い。ちょっといちった。ほら油あり。あるな。これ俺エースよおじさん。好きでまだ昔知名度がねえ時、はい、俺これうまいことしとったなんて。うわ、ずるずる。自分だけ。自分だけじゃねえ。ほらめちゃめちゃええこれ。これはええわ。でも会長、でもそれはここで勉強せんとあかんつことだって、はい、そういうことですね。そうそう、俺勉強しとったからうまいってしとったけど。あ、そうなんだ。そうだよ。じゃあみんな勉強不足だったんだ。そうそう、勉強言えてる。もうやばい、入れてないよこいつ。うわうまそう。じゃあ次タイいきます。はい。スルーか。あ、コブがある。ナルト骨がある。今あるな。骨折ですか。ナルト骨。骨折ですか。そこがあると、なんか内出血しろこれ。やりにくいんだよな、そこがな。ナルト骨があると。マジで。なんか内出血しろですよこれ。なんで。内身ですね。内身しとって、内身。ほら内身しとるわ。ダメだねおじさんこれ。それ中まで見えよ、レントゲンじゃねえからさ。
よかったね、出荷しなくて。でもいいよ、打ち身しとったのってやつに食えるから仕方がないけど、だいぶ打ち身しとる。さあ、タイだってさ、暴れるよ会長。締めるときは暴れてないんですよね。これ、これで会長が今日俺の包丁をめちゃくちゃ使ってくれたから、またそういう気持ちです。はい、かけたんじゃないか。多分かけとる。まあ、かけとるですね。ちょっとこんな感じ。それはかけるっすよ。外見は全然あれだったのに、内身なんだな、これ。まあ、外見からじゃ分からん。分からんでさ。綺麗だったもんね、これ。腹の方、これダメだな。多めに切っちゃえ、腹はダメだったら。はい。内出血するとあれですもんね。でもね、内出血ぐらいはね、大丈夫だよ。どうですか、内出血、内身しとるタイ食ったことないですよね。でもさ、野締めの魚って結構さ、あ、まあ、こうなっとること多いんだけど、多い多いわ。ピンクなっとるっていうの、はい、なんでそれと思えば、野締めはただ血が回っとるだけじゃないですか。そう思えばいいか。そう、だって一緒だよね。一緒というか、一緒にしたらあかんすけど、一緒みたいなもんと言いましょうか。そうだね。これ良かった、出荷線で逆に、逆に良かったわ、残ってくれて。こういうことあるよ、うん、結構さばいてみたらさ、虫だらけだったりさ、うん、これ分からんからな、本当に。なんか変な、あとさ、スズキとかだとさ、はい、油臭かったりとかあるんだって。あ、それはやっぱりその磯臭い、あの石田にも磯臭いとこあるですもんね。そうそう、あれは仕方ないんだって、その魚の住んどる環境だから、はい、全部皮引いちゃいますよ、じゃあ、うん、じゃあこう柳橋引きよ。あ、そうだ、もうあのあれなんですよ、花粉だと脳みそが働かないんですよね。まあ分かるね、酸素いかないんで。分かるね。あ、なんで分かるんですか。俺もだって花粉。おぶね、あぶねえ、お前俺の包丁親になるだろう。あぶねえ、死んだ、死んだ、あぶねえ、スパンと切れた。おじさん、これ変わるかも、そこで買ったらもう、そう、ちょ、変わってもらうぞ、変わるわ、変わるわ、かけてねえぞこれマジでさ、会長頼むわ。まあまあでも花粉症だと集中力が違う、それそう言われてもさ、頼むわ会長、はい、マジで食べますわ。またとがらかくなっちゃうでしょ俺が。いやでもしょうがない、しょうがある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 っつったって。しょうがで、あ、ヘルとか入っちゃった。あ、もう会長邪魔だなそこけど入っちゃったよ、まあ、大失敗じゃん。じゃあいい、全然いい、リカバリーです。全然いい。おじさんも失敗するんだ。おじする、結構する。皮引きの時、皮引きむずいっすよ。皮引きさ、結構するよ。皮引きって結構むずいんですよね。結構っていうか一番むずいよね、皮引きが、はい、皮引くっていうことはね。お、うまい。でもめっちゃむずい。ああ、上の子をおじさんって認識しよった。この間動画見とったら、 おじさんだって言っとった。あ、はい、魚のおじさんって言っとったんですよ。はい、まあ、そうなるよね。それから今ね、こうしたんで先生、こっから先生の出番なんでね。めんどくせえからやってよ。見て覚えましょうか。そう、寿司の切りつけ、寿司の切りつけってあれですもんね、刺身と全然違いますからね。違うんだよやっぱりね、見た目がね、握った後のイメージ多分切るんだよね。知らんけど、知らんけど知らんけど、知らんけどね、知らんけどね。そうそう、こんな感じですね。そんな感じで、ね、結構強めに立てるんですね。そうそうそう、見た目が大事だから。そうですね、はいはいはい、立つからね。こう、ここですごく立てる、うん、そうだよ、そうだよ、そうだよそうだよっつって、そうだよ。そうなんですね。そうだよ。あ、もう本当にめちゃめちゃ立てる。こう立てる。うわ、すごい、かっこいい、うん、そうだよ。やっぱ赤が映えるっすね、タイは。そうだよそうだよ、しかなんなんだよ。すげえ、はい、じいちゃん喜んじゃうな、これ。あ、そうか、じいちゃん分も握らなかったんで。今日2号炊いといて、だから朝会長どうせ米持ってこんと思って、じゃあ寿司やる、買ってこようかなと思ったんですよ。じゃあ寿司やるけど、会長はどうせやってこんと思って、俺朝30分早く来て、じゃあ俺本当にね、いや昨日からもうじゃあ用意しとくかなと思って。おー、すごい、おじさんよかった、電話しといて前日に。そうだろやっとくよ、やって、それぐらい。さすがおじさんだわ、天才だ。それやるよ、天才おじさんまあそうなんだけどねそうなんだよね。そうだよ。なんなんだそのやりたい。なんなんだそれ。ちょっと包丁切れてきただろう、それマジで。いや、明石さ、あの包丁切れねえよ。そうだろう、もう切れ、とがらじゃん、それマジ。あの、ブニョブニョしてる感じだから。そうそう。さっていかないもんな。さっていかんもんね。家剃りは大丈夫ですね。大丈夫か。大きめにこうやって切るな。うわ、うまそう。髭剃りの方がやっぱなんか身の色がいいな。タイムホントはさ、油があったらさ、皮にさ、銀が残ってさ、はい、めっちゃいいんだよね。
うまいよ、最高にうまいよ。これは最高にうまい。並べると全然違う。これはええわ。可愛いとってやる。そう、可愛い。ヒゲ剃り、それヒゲ剃りです。ヒゲ剃りの腹です。一貫でもいいぐらい。しかし、まあちょっと形整えるぐらいですね。そうだね。うん、ちょっと切れ込み入れるか。うん、やっぱり。おお、そうしたか。いいっすね。俺もそう。俺もそうするよ。一、うん、枚。じゃあ聞いてるかな俺もおじさんなんか言ってました。俺もそうするかなと思って。ああ、ね、今俺でもね、俺もそうちょっと飾り包丁入れて一貫でやろうかなと思ったの。俺もそう思ったからね、会長言わせてもらって丁寧に、うん、これはええな。これ食っていいですかおじさん。いいよ別に何食ってもいいよ。どうせいい、何食ってくれて。俺だってさ、はい、家にご飯あるから今日ご飯なしでって言ってやるの。会長、はい、マジで、はい、来たか。おお、開きてきたか。ここがねえな。ここの適当でいいよ。カワハギの開き。あ、そこでいいよ。そっちの今のところ。そっちか。花粉だからさ、先生。そうですか。花粉の時ってこうなるもんな。なんでおじさん知っとるんですか。だから花粉も治ったの。俺治ったの。そうなんですね。俺本当に偉かったんだからね。夜呼吸ができんぐらい。本当にマジで。じゃあ本当に。夜中起きるんですか。俺も夜中に鼻にさティッシュ詰めて、おったもん。へえ。そうだよ。中トロ赤身です。どういうふうに切るかな、これはな。三角じゃん。例えばこう切って、なんだ？じゃあんたが俺のこのコンロを押したんだ。ああ。こう切って、こんな感じで一貫するの。こうな。それ握るんだ。これで一貫。あれみたいにあの、うん、あれだ、赤貝だ。赤貝みたいに切るんだ。そうそうそう。ああ、すげえ。であとこう切るか。この形ちょっとやりにくいよな。ちょっとこれ握りにくい形だな。おじさん、俺天然っすよ、天然。養殖じゃないっすよ。じゃだから形の話だから。先生、でもこれ天然っすよ、天然。分かった、分かった。養殖じゃないっすよ。どうすか、これ。でも米2合ってさ、どんなここに入れるんだろう。まあ余ったら刺身に食えばいいじゃないですか。刺身でもいいけど、まあ余ったらっていうか、そこら赤身はさ、ちょっとにしといてさ、先生持って帰るや。そっちもどうだろう、6個あればいいか。はい。6個だ。6個と一緒だね。6個でじいちゃんの分ある？ない。8ついるわ、じゃあ、じいちゃん。でも俺2巻もいないよ、1巻でいいよ。俺3巻いるんです、じゃあ僕の有名じゃないんで今日。そしたら嫁さんも楽なんで。楽なんだ、はい、こっちは楽じゃないんで。じゃあだって嫁さん子供を2人分の作らなかったもんだってプラス僕のも作るとなると大変なんで、うん、でもそうなの、はい、行くで。じゃあもう握ってくよ、もう時間ないだろ。時間ない、お願いします。はい、じゃあマグロから行こう。俺は時間あるけどさ。俺もあるけどさ、会長がねえって言ってた。そうなんですよ、ヤマトに行かなかったんで。胡椒剤2つあるんですよ。でもさ、これ会長がさ、はい、やれて言った言葉だけどな。はい、時間ありがとうございます。時間がねえとかさ、おかしくねえかこれ。まあでもまだ大丈夫ですよ、6時にここ出れば間に合うんで。まあ30分あるから。はい、もっと2個だけだったら間に合うだろう。全然全然間に合うっすね。6時で、6時半までに行かないといけないんで。ちょっともう飯が冷えて冷たくなって硬くなったあんまり冷やしすぎてもあかんだ。そうだな、硬くなっちゃうかんすっすね。もう冷蔵庫みたいなもんだからな。寒いからな、うん、仕方ねえよな。もう寒いのに花粉飛んどるの一番ひどいっすよこれ。あ、しかたこれじいちゃん食べるんか、うん、じゃあじいちゃんじゃねえ。それ俺はいいの、うん、いいよ。じゃあちょっとわさび一回してもいいんか。いいよ。じいちゃんわさびダメ。じいちゃんダメなんだよな。わさびやるとさ、怒る。ゲホゲホってなる。ほんとだよな、これマジだよな。マジになる。そう、こうやって握るんだよ、会長。すごい。もう、手が早すぎて。つかん、わからんだろう。はい。これ、米のね、コメディションが悪いと手にいっぱいくっつくんだって。コメディション、今日どうすか。コメディションね、冷えすぎたね。冷えすぎた。でも、くっついてね、あんまくっついてね。まあまあいい。まあまあいいんだ。これ、うまそう。え、めちゃめちゃうまそう。これが宮城の天然本マグロの握り。先生が握ると綺麗だろ、形が。なんか、はい、よかった、しかも早いし。早いんだって。早い早い早い。次回これを見て、修行の成果を見せるという動画撮るんだもんな。はいはい。結構ちょっとわさび多めに入れてみて。いいよいいよ。俺でもわさび耐性あるから。俺も耐性あるから。あんまないんで。でもわさびはつけた方が僕も好きです。好きだよね、わさび耐性、ね、でもつけすぎも良くない。これはええよ。ええなぁ。先生にいると様になっただろう。めちゃめちゃこんな綺麗に出らんですよ。これ出張寿司屋やってるから今。出張寿司屋やってねえよ。出張寿司屋やってるんですか。やってほしい。いつもね、会長、はい、嫁が来るからどういうことや。うわ、うまそうこれ。カワハギ、カワハギ、キモリです。うわ、うまそうこれ。やった、キモリです。やったんだ。やった。あ、いらない。大好き大好き。もう肝だけで人気なの先生。
物だけ乗せたらむずいよ、うん、そこでちょっと握るから、これだけやってさ形整える、でそこでね握るから先生が、このままいっか、それでいい、うまそう、うまそうじゃん、希望いいですね、まぜタイとヒゲ剃りと皮木じゃあこれでね食べましょう、手を合わせて、手を合わせていただきます、いただきます、じゃあタイからいきますか、じゃあタイからね、せーので、あ、これ僕、いただきます、いただきます、お、うまっ、うまっ、相当うまい、うまいな、ちょっとタイの寝かされた感じ、うん、ちょうどいいよね、うまいですね、白身の旨味がある、油もまあまああるよ、ヒゲちゃん、ヒゲだ、ヒゲちゃん、ヒゲの兄貴、ヒゲちゃん、ヒゲの兄貴、ヒゲのない兄貴、うん、全然違う、にしっかりしてるね、もっと薄く切ってもいいぐらい、そうですね、プリプリ、うまうまいね、うまいな、味もある、肝だけか、肝から今、うん、どうだろうな、うん、うまい、うまい、うまい、おぉ、甘っ、おぉ、甘いよね、甘っ、甘い、うまっ、うまい、うまい、肝だけうまい、どう、ミックス、肝ミックス、いける、めちゃめちゃうまい、うまい、よかったわ、一番うまいマグロがあるんです、次マグロ、これじゃ世界一うまい、じゃあまあ自画自賛、次肝入り側、これどれ、赤身がこれで、そうそうそう、ここから中トロだよね、そうそうそう、こう向けなかったな、赤身からいい、赤身からいい、じゃあ赤身これ1個でいいんで、これ先生に聞くというコメントは、いただきます、マグロ大好き、マグロといえば先生、うましいですね、これ天然、いや天然って言ってたんですか、言ったっけ、はい、言った、言ってる、でも言ってる、まあ俺聞いてなかったんでどう先生、うまいうまいうまい、もういくらでも食べるって感じだね、おおさすがマグロ博士、全然いけるっすね、もうあのじいちゃんのじいちゃんが食っちゃダメだって、待っとるんだから、だから君ちゃんじいちゃんあんな食えんじゃん、食えるって、マジか、じいちゃんはまだ若いんだよ、じいちゃんいつも20個ぐらい食う、俺らより食うじゃん、中トロ食うよ、20個ぐらい食うだろ、僕も20ぐらい、はい、行きます、うん、うまうまいうまい、やっぱこれだ、これうまいな、これこれ第2位、本日第2位、第1位なの、第1位、肝入り皮がめっちゃうまい、あれあれじゃうまいんだ、はい、第2位これで、第3位はヒゲ剃り、あれあれ皮の肝じゃねえの、肝だけはちょっとランク下がる、うん、あ、さっきあんだけ絶賛しとったじゃんじゃあ、絶賛しとったのは肝入りですよ、うまかったな、でもな、いや、すげえうまかった、うん、最高、じゃあ、そういうことで、ありがとうございます、あれ、鼻水大丈夫まあ、治ったな、今の寿司で、そうですね、うん、うまいもの食べると花粉症も治る、治る、よかった、よかった、よかった、ということで、今回はお魚屋さんで、はい、お任せ、高級お魚セット1万円、送料込みの1万円セット、ね、はい、ということは、8500円から8000円ぐらいの身が入るということで、はい、これからもね、鮮度のいい魚を皆さんに届けてください、はい、じゃあおじさんもいいお魚たくさん落としてください、うん、ということで、はい、ご視聴ありがとうございました、次回乞うご期待、バイ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 、よし、そうでんだった、そうだった、なんか忘れちゃったなんか忘れちゃった、チャンネル登録よろしくお願いします、久々だから忘れちゃった、いやいやいや、まあいっか